先生は、女子レギュラー部門の優勝決定戦メスタートライに安藤真剛選手をご紹介いたします。まず、ジャンケンで勝ちまして31番目スタートを選択いたしました。現在は JBC のナショナルユースメンバーとしても活躍しております。2018年の全国都道府県対抗選手権で優勝しております。まだ19歳ということです。いずれ翔選手です。そして32番目スタート、昨年はラウンドワン所属で最後のラウンドワンカップレディースで優勝、そして今年はすでに JTBA の決勝大会この1回目のグランドチャンピオンシップゴールで優勝、もちろんダブルでの優勝を狙います。ラウンドワン所属オーレリア愛です。それではラウンドワングランドチャンピオンシップゴールデン2018女子レギュラー部門の優勝決定戦のイケメンにご加勢のお客様は拍手をいただきましてスタートいたします。
Thank you.
これを見に、地球由来150度対150級で大エアが描かれました。それまして、水道流の大エアが立ちますと、優勝が決定します。次は、2ゲーム目です。Thank you.
Thank you.
登録2018女子の優勝者の最後の一投となります。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。優勝は泉田一郎選手です。優勝しました泉田選手には、ラウンドワンスタッフのみ、もう少し頑張ってください。はい、ありがとうございました。それでは優勝インタビューでお進みをお願いいたします。ありがとうございました。